にちは、さきさんです。はい、今日はですね、集まれ動物の森とスマホ版の動物の森ポケットキャンプ、この2つのコラボアイテムをゲットしていきたいと思います。ご存知の方も多いと思うんですけど、集まれとポケモリを両方やっていて、任天堂アカウントと連携していれば誰でももらえる限定アイテムというものがあります。で、そのアイテムっていうのは、今までポケモリにしかなかった家具とかが集まりの方で買えるようになるっていうものなんですけど、なんと種類が10種類もあって、ポケモリならではのキャンプ場の看板とか、あとキャンピングカーの模型とか、めっちゃ可愛いアイテムがたくさん手に入るので、早速私もやっていきたいと思います。まずはスマホのポケットキャンプのアプリを開きます。まず最初はこういう画面になります。で、この画面の右下にあるこのマーク、このマークを押します。押すとこういう画面が出てくるので、このマイニンテンドーっていうところを押します。するとこういう画面が表示されるんですけど、このこれを押すと、集まれ動物の森のスペシャルアイテムオーダー券っていうのと、リーフチケット50枚がもらえます。そのゲットっていうところを押したらね、ダウンロード番号っていうのが発行されます。で、この番号がすごく重要になってくるみたいです。ダウンロード番号を発行できたら、次はスイッチを開きます。スイッチを開いたら任天堂 e ショップを開きます。最初まあこういった画面なんですけど、この画面の一番下に番号の入力っていうのをできる画面があるので、そこに行ってさっき発行した番号をここに入力します。はい、入力しました。入力ができたら、集まれ動物の森用のスペシャルアイテムオーダー券と、引き換えできますよっていう画面が出るので、引き換えを確定すると、あ、ダウンロードが完了しました。ダウンロードが完了したら集まりを開きます。うん、楽しみ。集まりを開けたら、このアイテムは案内所の中にあるタヌポートのタヌキショッピングっていうところで買えるようになります。